どうもあいたろチャンネルのあいたろとえにゃんです。お願いします。お願いします。はい、今日はですねカットサーブをやっていきたいと思います。もうね5回目ぐらいだけどね。でもね体育館だから。そう、今日やっぱインドアのカットサーブってすごいあのキャッと切れるってね、結構ねあの主流になってくるんでね、みんな、はいはいはい、やっぱカットサーブって前に行くとかね、うん、まあ現代のテニスはね、はい、どんどん進化してるんでそれに合わせて、はい、教えちゃおうかなと思います。10月から、はい、まあ、1月2月にかけてインドアシーズンって呼ばれる時期なんですよ。で大会が中になるんですよ、はいはいはい、なんでまあインドアのシーズンに向けて、うん、まあ、体育館のカットってこんだけ切れるよとかね、日本リーグとかね、日本リーグとかもインドアだし、はいはいはい、あの高校生で言うと全日本選抜、あの選抜大会とか、はい、のインドア体育館の中なんで、はい、まあ、それに向けて動画を出していきたいと思います、はい、で今回カットサーブいつもとまあ同じようなカットサーブの動画を上げるってもつまんないので、うん、またちょっと違ったコツを今日は上げていきたいと思います。まあ、とりあえず早速やっていきましょう。はい、レッツゴー、あいたろチャンネル。はい、じゃあ早速やっていくわけなんですけれども、君に質問しよう。何でしょうか。より回転力のかかったカットサーブはどうやって打つのでしょうか。元気ですかっていうことでね。速さ。大体の人がそういうの違うんです。何これ勘違いしてて、うん、カットサーブ切るときって早くジュンってやった方が切れると思うじゃん。やっちゃった方が違うんですよ。ジュンって思ってました。え、違う。ハマちゃんですね。あのね、逆なんですよ。カットサーブがまあ切れる原因として、はい、まあ、早く乗ればいいよ。シュン。なかなか当たんないから、あのカットサーブが切れる原因として乗ってる長さの時間、この距離、よりここを長く使った方がいいんですよ。ゴロ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 。カットサーブの前詳しい動画は上げてますんで概要欄の方貼っておきます。貼っておきます。はい、40万回40万再生ぐらいされてるから、ね、おありがたいね。40万50万再生ぐらいされてるから、まあ、早くやるとどういう風になっちゃうかっていうのをちょっと今やってみます、うん、はい、じゃあ早くやあの振ってしまうとどんなことが起きるかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。伸びる。これよく見ない。うん、見る。あのよくやるでしょ、ピチャッて、ピチャッて。そう、回転力は確かにかかってるかもしれないけど、うん、ボールがまずあのしっかり乗ってないのが分かる、うん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 、滑っちゃってる、これスロッ。確かに。じゃなくてしっかり食い込ませて転がしてあげる。ここでしっかりゴロ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 。なるほどね。で、いいカットサーブ打ててる時っていうのは多分ね、自分の感覚で分かると思う。あ、乗ってるみたいな、うん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 、ボールが乗ってるっていう感覚が分かると思うんで、今のは全然乗ってない。そうそう、乗ってないの。もうね、こうなっちゃうともうミスが多くなってしまうんで、今のは接地面がもうない。そう、接地面がない。で、早く振ることによって早く転がればいいよ、乗ってゴロゴロって、はいはいはい、でも難しいのはやっぱ早くスイングスピードをバシーンって振っちゃうと、うんうん、今みたいになるから、なんで転がすためにはちょっとスピード遅くしてあげるカットサーブ送り出すから。そう、ヒューって、そんなね、こうシューンって振んなくていいから、ちょっとじゃあ遅めに振ってみる。アイスもThank you.
あゆたろうチャンネル。はい、今みたいにですね、はい、ちょっとこう手首でピョンってやらずにちょっとしっかり構えてゆっくりスッと振る、固定はしない。ちょっとね、これって結構人それぞれなんだけど、ここでこの手首を使ってキュッてやる人もいるんだよ、こうやって。でもそれだと安定しないからって言って、この角度を固定してこのまま、振り終わった後もこう手首使う人は多分ここでこうか、手首を固定して、はい、こう手首でシュッて切ってる人もいるのも事実だから、はい、まあ、それはちょっと感覚をちょっと、ね、練習で自分の感覚を見つけてやってみてください、うんうん、はい、ってことでね、あのカットサーブ結構インドアとか有効打になるんで、はい、結構最初の初手サーブ大事なんでね、はい、皆さん練習してみてはいかがでしょうか、はい、ってことでこの動画がいいねと思う方はグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンお願いします。ってことで次回の動画でまたお会いしましょう。空は青く澄み渡り海を目指して歩く怖いもん。僕らは知ってる。月が咲いて太陽が今枯れた。